いろんな制約はかなり緩和されてきてるんだけど、それでもやっぱり先輩がマハマトラに絡まれたりしてないか心配なんだよね。僕はここに残ってこいつを見ないといけない。コレイ、スメイルシティに行ってどうして先輩がまだ来ないのか見てきてくれない？ええ、私じゃなきゃダメ。すごく大事なことだからね。信頼できる人に任せた方がいいと思ったんだけど。体調、まだ悪いの？あ、平気平気。私の病気ならもうすっかり治ったんだ。ただ、師匠の先輩に会うとなると、ちょっと心の準備が必要っていうか。まあ確かに、君一人で先輩に会いに行かせるのは、ちょっと無理難題だったかもね。一緒に行ってくれる人がいれば。お、旅人だ。久しぶり。いいところに来てくれたね。コレイと一緒にスメールシティに行ってくれないかなってちょうど思っていたところだよ。ごめん、そういうわけじゃないんだ。ただこの件は教練員に禁止された研究に関わってて、あまり他の人にペラペラ言えることじゃないんだ。それにこの件のことは君も知ってる。今完全に信頼できる人は少ないからね。熟考した末、やっぱり君に頼むのが一番だと思ってさ。うん、理由はちょっと複雑だし、ここで話すのもなんだから、後で先輩が来た後にまた詳しく話すよ。もしかしたらスメールシティですでに先輩のことを耳にしたことがあるかもしれないね。ファルザンっていう経験豊富な大先輩だ。そう、この100年にわたる妙論派のギミック研究、その大部分は彼女の残した論述や原稿をもとに発展してきたものなんだ。いや、正真正銘の人間だよ。ただある事故で100年間も消えてしまっていたんだ。その後荒野で発見されて教練員にお戻りになったのはここ数年のことだ。おかげで先輩の性格は、なんというか、まあちょっと変わってる。それとコレイに対する態度もね。うう、考えただけで頭が痛くなってきた。先輩は悪意を持ってるわけじゃないんだし、そこまでひるむ必要はないと思うけど。はい、わかりました。頑張ってみる。はあ、妙論派とソロン派の学者たちは先入観にとらわれがちだしね。この件を彼らに任せるのはどうにも安心できないよ。でもファルザン先輩ならここ最近の考え方に左右されることはない。手紙のやり取りでも協力したいって言ってくれたしね。ただ約束の時間からだいぶ経つのにまだパルディスディアイに来てないんだ。そうとは限らないけど、先輩の性格からすると他のトラブルに巻き込まれた可能性が高い。とにかくコレイと一緒に教練員まで行ってファルザン先輩の様子を見てきてくれない？はあ、よかった。口から心臓が飛び出るところだった。それじゃあ頼んだよ。コレイ、あまり無理はしないで。状況を確認できればそれでいいから。こっちの件は重要だけど、まだ緊急ってほどじゃない。もし先輩が
本当にトラブルに巻き込まれてたんなら、直接戻って僕に伝えて。そしたら日を改めるから。何しろ、面倒事を抱えたままじゃ、今後の問題処理にも影響が出るからね。わかった。今すぐ行ってくるよ。あ、そうだ。それともう一つ。先輩に会うとき、第一印象はとっつきにくそうに感じると思うけど、名前を呼ぶときは、先輩をつけて、ファルザン先輩って呼んだら話しやすくなると思うよ。はあ？なんじゃと？もう一回言ってくれぬか？年だから耳が遠いのじゃ。ですから、ファルザンさん、いい加減答えを出してくれませんか？ところでお前、先輩をつけることを忘れておらぬか？もう、はっきり聞こえてるんじゃないですか。あはん。ファルザン、先輩、私だって、あなたに難癖をつけるつもりはなかったんです。でも、あなたはここ数年何の授業もしていませんし、学生を連れて研究課題に取り組んだこともありません。指導教員としてさすがに良くないんじゃないですか。もう学生たちだけでなく他の先生たちまで文句を言い始めてるんですよ。ほう、一体誰じゃ。わしに文句があるなら直接わしのところに来いと伝えておくがよい。お前らの時間を無駄にする必要はない。それは。ふん、言われずとも分かっておる。またチロン派の連中じゃろ。ったく、奴らには時間をもっとまともな研究に使ってほしいもんじゃの。ですが、ファルザン先輩、ご自身も長い間実際的な学術成果を出していらっしゃいませんよね。うん、学術成果に実際的も何もあるまい。審査責任者が知識の本質を理解しておらぬだけじゃ。そもそもその指標を指導教員の評価に入れること自体何の意味もないことであろう。一体何代目の賢者が定めた規則なんじゃ。今すぐ手紙を書いて解き伏せてこよう。ちょっと待ってください。ファルザン先輩、話を最後まで聞いてください。やっぱりファルザン先輩だ。でも隣にいるのはマハマトラじゃないよな。しー、ファルザン先輩は若いって言われるのが一番嫌いなんだ。先輩は消えた100年間体の成長も止まってたみたいなんだ。だから今は100年前と同じ姿でいる。ふぅ、心の準備もほぼできたし、行こう。とにかく、アジャンタ彫刻展と妙論派の責任者はみんな、ファルザン先輩がこの研究課題に参加してくださることを強く願っています。ですから、興味がおありかはわかりませんが。って、ファルザン先輩、聞いてますか？おも。これは、高齢医ではないか。なぜ教練員に？体の方はどうなんじゃ？よくなったよ、ファルザン先輩。旅人と、クラクサナリデビ様のおかげで。最近はよく眠れておるのか？目の下にクマができておるようじゃが。ティナリの奴は、またお前を夜遅くまで勉強させておったのか？いや、違うんだ。ただ、私の覚えが悪いだけで、師匠とは何の関係もないんだ。はぁ、学問を好むのは良いことじゃが、
体が一番大事なんじゃからな。後でティナリにきちんと伝えておかねば。うむ、それから需要のある食べ物も持ってきてやろう。いや大丈夫だ、本当に。で、お前の隣におるこやつは伝説の旅人か。ほう、うむうむ、お前と仲間たちのことは聞いておるぞ。いつか会ってみたいと常々思っておった。お前のおかげで教練員はやっと少しはまともになってきたの。それにコレイの病気のこともな。あ、ほん、ファルザン先輩、まだアジャンタ彫刻展との共同研究について話してるんですけど。ふん、どうせ妙論派のやつらはこれを機にわしを説得してやつらの学院に引き込もうと狙っておるんじゃろ。これ以上言い立てられても無駄じゃ。わしは研究方向を変える気なんざさらさらない。もしどうしても共同研究に参加したくないとおっしゃるのであれば、新しい授業を開いてはいただけませんか。チロン派の範疇の授業となると多少開きづらいかもしれませんが、いずれにせよもうこれ以上先延ばしにはできませんから、どうか答えを出してください。授業を開いていただくのも共同研究に参加していただくのも、もう先輩に何とかしてもらうしかないんです。私たちだって意見ある学生や先生たちを説得できません。あと数日延ばしてくれんか。どうせもう長い間放っておいてきた問題じゃろうが。ずっと先延ばしにしてきたからこそ困るんですよ。もし今日結論が出なければ、明日にでも賢者のところに訴え出るものが出てくるでしょう。はい、どうやら本当に暇な奴らのようじゃの。お前たち、ティナリのことで来たんじゃろ。すまんがこの状況じゃ、日を改めてまた行くことになるかもしれぬ。でも。うむ、わしもじっくり考えねば。どうしよう、ファルザン先輩はまだやることがいっぱいあるみたいだ。師匠は緊急じゃないって口では言ってたけど、私知ってるんだ。師匠はもう何日もガンダルバー村に戻ってなくて、パルディスティアイでずっと何か忙しそうにしてる。ファルザン先輩にはちょっと申し訳ないけど、やっぱりまずは一緒に来てもらうしかない。でもそのせいで教練員から責任を問われて、結局師匠を助ける余裕もなくなったらどうしよう。う、頭が痛くなってきた。ファルザン先輩にとっても師匠にとってもそれがいいかもしれない。後で私に手伝えることがないか師匠に聞いてみるよ。師匠はきっと君がしっかり勉強して補習の頻度を減らしてくれれば、それが一番の助けになるとかって言うだろうけど。ああ、それならファルザン先輩も早く問題を解決できるし、師匠に会いに行けるよな。じゃあ私も残って手伝った方が。やっぱりちょっと怖いけど。じゃあ任せた。はあ、妙論派の行為を受けぬなら、チロン派の生徒に授業をしなければならんと。わしよりも、奴らの方がよっぽど嫌がっておるやもしれぬがな。彼らの気持ちが、なんとなくわかる気がします。ただいま、
ファルザン先輩。旅人が残って手伝ってくれるらしいんだ。ほう、それは願ったりじゃの。ちょうどアザールを懲らしめた旅人がどんなものか気になっておったところじゃが、迷惑ではないのか。そうか、ならばよい。実は今ちょうどある問題に直面しておっての。シロン派で選択科目の授業を開くべきか、それとも妙論派で共同研究に携わることを選ぶべきか。おい、正直どっちも選びとうない。ご存知かもしれませんが、シロン派は言語や不問を研究する学派です。100年前、ファルザン先輩はシロン派の学者でした。おいおい、100年前だけでなく今もそうじゃぞ。はい、ただ今のシロン派の学生たちは先輩の研究方向をまるで理解できていないんです。選択科目講座を開いたとしても聞きに来る者は誰もいないと思います。一言で言えば、現場にあった石碑や出土した文献に基づいて遺跡にある各種仕掛けの構成や解放を解読するというものじゃ。まあ汎用性の高い古典的な仕掛け関連の文献研究なんかも含まれるんじゃが。研究方法は今の知論派と大した差はないんですけど、内容は遺跡や仕掛け関連のものがほとんどです。仕掛けに詳しくない知論派の学生にとっては実に理解しがたいものばかりです。加えて詳細が明らかになっていない遺跡は年々少なくなってきている上、妙論派のギミック関連学術も発展したため、さほど勉強せずとも古代文字の解読に取り掛かれるようになりました。それについては奴らがあまりにも傲慢なんじゃ。古代の仕掛けの危険さや複雑さは奴らの想像をはるかに超えたものじゃぞ。教えてやるが、100年前は全くこのような雰囲気ではなかった。学者は皆様々な領域の知識を探求することに熱心で、未知なる仕掛けにも十分な畏敬を抱いておった。今主流学科や人気の研究しか見ようとせん奴らが来たとしても、そいつらを相手に授業する気などさらさらないわ。それにわしの研究が時代遅れだの現実離れしておるだのを理由に研究費の申請を却下する者までおるんじゃぞ。たく、奴らに古霊の爪の垢を煎じて飲ませてやりたいもんじゃ。勤勉さや学問に対する探求心、それから死に対する尊敬の念をきちんと学んでもらわんといかんわい。え、どうして突然あたし。はあ、わしの授業を聞いてくれる生徒が皆古霊のようじゃったらよかったのに。そういえばお前の体調はもう回復しておるんじゃろ。ということはずっとガンダルバー村におる必要もないんじゃないのか。ああ、私、復習しなければならない文字がまだいっぱい残ってるのを思い出した。先に戻って師匠を探すよ。お？つまり、わしがコレイのために読み書きの授業を開くということか？待ってください。ティナリさんはまだ教練員と学術的な交流を続けているとはいえ、もう教練員に属していません。ですからコレイも教練員の学生とは呼べません。うむ、確かに旅人の言う通りじゃ。これまでの教練員は民を重視しておらんかった。じゃから傲慢な思想が生じてしまったんじゃ。コレイのように勉強熱心なのに何らかの理由で願いが叶わなかったものは、
他にもスメールに多くおるはずじゃろ。教練員はそういう者たちを無視しておった。今コレイたちのために読み書きの授業を開くという思考は今後より多くの人に恩恵を与えるための一歩じゃ。それは規則に反していないかどうか一度戻って意見を聞いてからお返事します。そんな手間をかけんでもよい。わしがついてってやろう。何か問題があればその場で議論し合ってはっきりさせればよかろう。旅人コレイ、お前らは教練員の外で使徒を待っていてくれるか。すぐ戻る。ああ待って、私たちもついていこう。